国道103号は、青森県青森市から十和田湖を経由して、秋田県大館市に至る、一般国道である。青森県青森市浜田付近青森県、青森市中心部から南下し、八甲田山系、十和田八万体国立公園内の、十和田湖東側から、南側の湖畔を通り、秋田県に入る。八甲峠を越えて、和ズ市十和田大湯中滝で、 国道104号と合流し、終点まで国道104号重複区間となる。東北自動車道と和田インターチェンジに接続し、米代川の北側を西へ進み、大館市12所から、大館バイパス、大館南バイパスが続き、大館南 IC に接続した後、終点、大館市、立花交差点に至る。と和田湖の発火峠から、 和野市と和田大湯中滝まではワインディングロードになっており改良工事が進んでいる。東道路は秋田県北部地域で東北自動車道へのアクセス道として利用され、和ズ方から秋田自動車道大館の白空港へのアクセス道として利用される。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。 青森市の八甲田山の北側、茅野高原周辺の道路は、やや狭くて曲がりくねっているが、整備状態は良好である。八甲田山の南側では、片側1車線のワインディングロードが続くが、交通量が多めの時もある。また、5月でも、道路脇に、雪が残ることもある。戸和田エリアで、国道102号と重複するところでは、大入瀬渓流沿いに、 ガードレールの設置がない。豪雪地帯にあり、スカイ温泉や地温泉の延長約8キロメートル区間は、11月下旬から3月31日まで、冬季閉鎖され、4月の開通直後は、雪の回廊になるルートで知られている。道の駅通行止め時間規制青森市街から、南下したところが、標高540メートルほどの茅野高原で、草原や、 低木の中を道路が通る。この道路が横断する悲惨群である、八甲田山周辺は、牛馬の放牧が行われている、地の高原、田茂八岳の頂上へ登る八甲田ロープウェイや、スカユ温泉や八千温泉などいくつも温泉があり、観光資源に恵まれる。周辺は、ブナの樹海が広がり、急コーナーが連続する道であるが、道幅は広く、 春の新緑や秋の紅葉の美しいところで知られる。戸和田湖畔では、ブナや竹カンバの樹木に囲まれた湖岸の形状に沿って、道路が走る。接続路線図と和田湖八家峠展望台付近。ありがとうございます。